テンソル。テンソルとは、線形的な量、または、線形的な気化概念を一般化したもので、規定を選べば、多次元の配列として表現できるようなものである。しかし、テンソル自身は、特定の座標形によらないで定まる対象である。個々のテンソルについて、対応する量を記述するのに必要な配列の添え字の、組の数は、そのテンソルの回数と呼ばれる。 例えば、質量や温度などのスカラー量は、回数0のテンソルだと理解される。同様にして力や運動量などのベクトル的な量は、回数1のテンソルであり、力や加速度ベクトルの間の違法的な関係などらは、す線形変換は、回数2のテンソルで表される。物理学や工学において、しばしば、テンソルと呼ばれているものは、実際には、 位置や時刻を引数とし、テンソル量を返す関数である、テンソル上であることに注意しなければならない。いずれにせよテンソル上の理解のためにはテンソルそのものの概念の理解が不可欠である。テンソルの定義、表示と取り扱いにはいくつかの同等な方法がある。実際に、それらが同じことを指していることを納得するには多少の慣れが必要である。 古典的なアプローチでは、テンソルは多次元の配列で、回数例のスカラーや回数1のベクトル、回数2の行列などの回数 n への一般化を与えているものとみなされる。テンソルの成分は配列の要素の値によって与えられることになる。この考えは、テンソル上として一般化され、テンソルの成分として関数やその微分が取り扱われるようになる。 テンソルと呼ばれるためには配列は基準にしている座標形が変わるときには一定の変換を受けなければならない。この変換はベクトルの要素に対する関係を一般化したものであり、ベクトルの場合と同様に表している量が本質的には表示のための座標形の選択によらないものであることを示している。物理学における通常のテンソルの定義の仕方は 特定の規則に従って成分が変換されるような対象という言い方を用いるもので、との概念が用いられる。現代的な成分を使わないアプローチでは、テンソルはまず抽象的に多重線形性の概念に基づく数学的対象として定義される。よく知られているような諸性質が線形写像としての、あるいはも、一般的な部分についての定義から導かれる。 テンソルの操作規則は線形代数から多重線形代数への拡張の中で自然に現れる。数学における普通のやり方ではある種のベクトル空間を用いて必要な時に規定を考えるまでは特に座標形を指定しないようにされる。例えばトモヘンベクトルは一時微分形式として説明できるし、あるいは反ヘンベクトル空間の相対空間のもとして 説明することもできる。現代流の成分によらない、ベクトルの概念によって、成分表示に基づく、伝統的な、しかし、初学者に、ベクトルの概念がどんなものかを教えるには有効な、取扱いが置き換えられるように、この取扱いは成分に基づく取扱いをより、高度な考え方によって置き換えることを目的としている。テンソルは、 テンソル空間の元のことなのだという標語を掲げることもできるだろうが、公開のテンソルに対して、基下的な解釈をどう与えるかという難しさもあって、成分表示によらないアプローチが支配的になったというわけではない。物理学者や技術者たちは、勝手に選べてしまうような座標形に左右されない、概念としてのベクトルやテンソルの重要性を認識した。同様に、数学者たちは、 座標表示で導くのがより簡単であるテンソルの関係もあることを見出している。テンソルを多次元配列として定義するやり方では内在的な幾何学的対象であることから期待されるべき性質である規定の取り方によらないことが定義から明らかでないという欠点がある。テンソルの変換法則が実際に規定の取り方によらないことは証明できることではあるが、 しばしばより内在的な定義が取り上げられる。その一つが、テンソルを多重線形写像として定義することである。これによれば、マイナス型テンソルは、関数で、核引数に関して線形であるようなものとして、定義される。ここでは有限次元ベクトル空間では、はその相対ベクトルからなる、相対空間である。マイナス型の多重線形写像の規定とそのにおける、 標準的な相対規定に対して施せば、によりその成分として次元配列が得られる。規定の取り方を変えれば異なる成分が得られるが、は、核引数に関して線形であるから、成分は多次元配列としてのテンソルの変換法則を満足する。従って、の成分のなす、多次元配列は、その意味において確かにテンソルをなしていることがわかる。さらに言えば、 そのような性質を持つ多次元配列は必ず多重線形写像の成分として実現でき、そのような事情により多重線形写像をテンソルに基づく内在的対象を与えるものとして見ることができる。テンソルを多重線形写像と見る立場では、ベクトル空間をの相対空間上の線形反、関数全体のなす空間、つまりのと同一視するのが普通である。 ラソの二重層追への自然な線形写像が常にのベクトルをに属する線形形式を与えられたベクトルにおいて評価した値へ移す写像とみなすことによって与えられる。が、有限次元ならばこの線形写像は同型であり、しばしばをその二重層追と同一視することは有用である。数学的応用に際しては、より抽象的やり方の方が有効なこともある。 これは普遍性を通じて定義できる、ベクトル空間のテンソル積のもととして、テンソルを定義することによってなされる。この文脈では、マイナス型テンソルは、ベクトル空間のテンソル積のもととして定義される。一般に、ガの規定をなし、ガの規定をなすとき、テンソル積空間は自然な規定を持つ。テンソルの成分は、の規定とその相対規定から得られる規定に関する。 テンソルの係数に等しい。テンソル積の性質を用いて、この成分がマイナス型テンソルの変換速を満たすことが示せる。さらに言えば、テンソル積の普遍性により、今定義した意味でのテンソルと、多重線形写像として定した意味でのテンソルが一対、一対応することが言える。テンソルは極めて一般に、例えば任意の感情の下群まで含めて定義することができる。 一つの原理として、テンソルとは単に任意のテンソル積空間のもとであると定めることはできるが、数学の文献では、テンソルとは蒸気のように一つの空間とその相対から得られる、テンソル積、テンソル空間のもとのために用いるのが普通である。テンソルは、物理学や工学において、重要な位置を占めている。例えば、拡散テンソル画像では、 様々な方向への臓器の水に対する微分等化率を表すテンソル量を用いて脳の操作像が構成される。おそらく光学でテンソルが最も活用されているのは応力テンソルと歪みテンソルだろう。これらは2階のテンソルで4階のテンソルである弾性率テンソルによって1の線形的な素材に関連付けられている。特に3次元の物体中の応力を表す2階の テンソルは三次の正方行列によって成分を表示することができる。物体の中の立方体上の無限小体積要素について三方向の面それぞれ向かい合う面同士十分近いので同一視されるに一定の力がかかっていて力は三つの方向の要素を持っている。したがって三三、つまり九個の成分によってこの立方体上無限小体積要素 最終的には点とみなされにおける応力が記述される。物体の境界内にはこの応力が場所によって異なった値を取りながら分布しており二階のテンソル場が考えられることになる。テンソルは多次元の配列によって成分表示できるのは確かだが、テンソルの理論を構築することの意義は、ここの量がテンソルであるということによって、具体的に添え地付けられた成分を指定しないで何が、 導かれるのかを説明することである。特に座標変換によってテンソル、場は決まった振る舞いを見せる。D 次元空間に2種類の座標形フォーミュラ5が与えられていて、それら間の関係が直行行列フォーミュラ6を用いてと表されるとする。この時2階の共変点ソル T がフォーミュラ8座標形では、フォーミュラ9と表示され、フォーミュラ10座標形では、 フォーミュラ11と表示されているとすれば、これらの間に変換則が成立している。抽象的なテンソルの理論は、今では多重線形代数と呼ばれる線形代数の一分野になっている。テンソルという言葉は、1846年に、ウィリアム・ローアン・ハミルトンによって、特定の種類の代数形におけるノルム操作を記述するために導入れた。 現在の意味で使われるようになったのは1899年のボルデマール・フォークトからである。テンソルの気泡は1890年頃にグレゴリオ・リッチ・クルバストロによって絶対微分という名のに発展させられ、トゥーリオ・レ・ビチビタによる1900年の古典的な同盟の著作によって多くの数学者たちに知られるようになった。20世紀に入ってからはこの分野は テンソル解析として知られるようになり、1915年頃のアルベルト・アインシュタインによる一般相対性理論の導入によって広く知られるようになった。一般相対性理論は完全にテンソルの言葉を用いて定式化される。アインシュタインは苦労の末にマルセル・グロスマンからあるいはレビチビタ自身からテンソルの理論を学んだとされている。テンソルは連続体力学など 他の分野でも使われている。テンソルは、添え字の組に対して対応する成分の値を、与えるような関数によって表されていると考えることができる。それぞれの添え字について何通りの自由度があるかという、数は、次元と呼ばれることがある。例えば、回数3で、次元に、5、7のテンソルを考えることにすると、添え字の組は1、1、1から2、5、7まで動き、 70通りの添え字の組があることになる。テンソル上は、多様体の各点にテンソルを与えたものである。したがって次元が2、5、7のベクトル上を考えるときは、上の例のようにして、単に70個の値を考える代わりに、空間内のそれぞれの点が70個値を付与されることになる。言い方を変えれば、問題にしている空間を定義域として、 テンソルに値を持つ関数を考えることになる。線形でないような関係もあるが、大抵の関係は微分可能性を満たしており、局所的には多重線形写像を足し合わせたもので禁似できる。従って、物体の解析に際して、大抵の量はテンソルとして表示すると取り扱いが便利になる。簡単な例として、水の上の船を考えることにする。目標は、 力が与えられた時の船の反応を記述することである。力はベクトルで表され、船の反応は速度の変化、加速度ベクトルとして現れる。船の形状による影響から一般には加速度の方向は力の方向とは異なったものになる。しかし、古典力学的には力と加速度の関係は一時変換で表されることがわかる。そのような関係は 型のテンソルで説明される。つまり、このテンソルによって、ベクトルが別のベクトルに変換される。テンソルは行列として表示することもでき、この行列をベクトルにかけることで、線形変換が表現される。座標形の取り替えによって、ベクトルを表示する成分が変化するように、テンソルを表現する行列の成分も座標形の変換に応じて変化する。工学では、 合体や流体内の応力がテンソルによって説明される。実際のところ、テンソルという言葉はラテン語の伸びるもの、つまり応力を発生するものという意味の言葉から来ている。物体内の特定の面要素に特に注目して考えれば、面の一方の側にある物質が反対側に対して力を及ぼしていると考えられる。 一般にはこの力は面に垂直な向きに働いては、おらず、面の向きに線形的に依存して決まるとしか言えない。従ってこれは型のテンソル、正確に言えば、応力は位置によって変わるので、型のテンソル上によって記述される。機械におけるテンソルでは二次形式や極律テンソルが有名である。物理学におけるテンソルには、エネルギー、運動量テンソル、 感性能率テンソルや極分解テンソルがある。幾何学的な量や物理学的な量はその記述について内在的な自由度を考えることによって分類できる。圧力、質量、温度などのスカラー量はただ一つの数によって指定できる。力のようなベクトル量を表示するためには数のリストを用いる必要があるし、二次形式のような量は 複数の添え字形によって並べられる数の配列を用いて表示される。これらの量はテンソルとして考えなければ捉えることができない。実際のところテンソルの概念はとても一般的なものであり、上の例すべてに当てはまっている。つまり、スカラーやベクトルはテンソルの特別なものとみなすことができる。スカラーをベクトル特別し、これら二つを より一般のテンソルから区別しているのは、その要素の表現に用いられる、配列の添え字の組の数である。この数は、テンソルの回数、または、異数と呼ばれる。したがってスカラーは、回数例、添え字は、必要ないのテンソルであり、ベクトルは、回数1のテンソルだということになる。テンソルの別の例は、一般相対性理論における、リーマン極律テンソルであり、 次元4、4、4、4、空間3次元と時間1次元で合わせて4次元の4回転ソルとして表現される。これは256、イコール4444 44の成分を持っているが、実際に独立な要素の数は20であり、表記を大きく単純化することができる。必ずしも、同じベクトル空間でなくとも、テンソル席を取ることができて、 そのようなより一般のテンソル積の元のことも、テンソルと呼ぶことがある。例えばテンソル積空間の元は、このようなより一般の意味における二階、テンソルであり、同様に回転ソルを、この異なる、ベクトル空間のテンソル積の元として定義できる。通常のマイナス型テンソルは、このより一般の意味でも回転ソルになっている。テンソルの概念は、 様々な仕方で、大となる空間が無限次元の場合に対して、一般化することができる。例えばその一つは、ヒルベルト空間に対するを通じて定義することである。また、非線形解析においてよく用いられる、テンソルの概念の一般化として、有限次元空間とその大数的相対上の多重線形写像を考える代わりに、無限次元、バナッハ空間と、 その連続的相対上の多重線形像で置き換えたものが考えられる。このようなテンソルは自然にバナッハ多様体上にあると考えられる。テンソル上が密度を持っている状況を考えることもできる。密度 R を持つテンソルは座標変換に関して通常のテンソルのような振る舞いにさらに変換関数のヤコビアンの判別式の R のりがかけれる。この状況は ベクトル束を考えることによって説明できる。節束の判別式束は直線束だが、これの R の理を他のベクトル束にテンソル積することでねじりを表現できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。